皆さんこんばんは。こんばんは。お久しぶりでございます。はい、それでですね、今日はですね、皆さん、日本でですね、毎年行方不明者がどれぐらいいると思いますか？毎年1万人。はい。想像以上なんですよね。8万人なんです。日本でだけ8万人以上が毎年行方不明者。で、その調査を始めて、もう30年以上経つんですけれども、8万人の下に行ったことはないんですよね。最大10万人。で、それでもですね、味していただきたいのは、で、所在が確認されたっていうのが、大体 90%。で、数値でそれを表すとですね、まあ、最近はそういういろんなシステムがよくできているので、それこそ本当に行方不明者、本当に見つからない人はですね、やっぱり1000とか2000人ほど。で、もっと前はですね、1万、2万人ほどが毎年行方不明になるらしいんですよね。で、よくそういう行方不明のことはですね、よくニュースになります。特にですね、子供、割合的には大人がもっと行方不明になるのが多いんですけれども、約7割ほどの大人が行方不明なんですけれども、3割の子供が亡くなると行方不明になると、これは大きなニュースになるわけです。で、その親にとってはそれが非常に大きな苦しみがあるんです。悲しみがあるわけです。皆さんご存知ですか？ご主人を亡くしたご夫人のことを表す言葉がありますね。なんて言いますか？未亡人。あとは、親を亡くした子供のことを表す言葉もあります。そうですね。ところが、子供を亡くした親を表す言葉はないんです。なぜでしょうか？一番悲しいことだと思います。その痛み、悲しみがあまりにも大きすぎて、その親を表す言葉さえも使わないということなんですね。で、ですね、また不思議なことですね。毎日、特に、まあ、学生の子供をそういう行方不明された、そういう親に聞くとですね、普通の親に聞くとですね、毎日、あなたの子供は今日どういう服装をしましたか、してましたかって聞くとですね、あんまり性格を覚えてないんだそうです。でも、行方不明になった親はですね、性格を思い出せるんだそうなんです。で、行方不明になった子供のチラシを見るとですね、その当時どういう服装をしていたのか、性格に細かく書いてあるわけです。お母さんはそういうものなんですよね。で、なぜご親御から皆さんに申し上げるか。人が罪を犯して神様と離れてしまったっていうのはですね、まるで子供を見失ってしまったお母さんのようなことだからなんです。まるで神様は、すみませんか。まるで神様はですね、子供を見失ったお母さんが悲しむように神様も私たちのことをそういうふうに探し求めておられるということなんですね。子供を亡くしたお母さんはですね、見失ったお母さんはですね、もうその朝、自分の子供がですね、どういう服装をしていたのか正確に覚えててですね、ちょっと後ろから、ちょっと遠くから似ている子供が見えると、狂ったように走り寄って確認するわけなんですよ。そのように私たちを探し求めるのがいる神様だということなんですね。で、神様も今日お話しする。神様も私たちの服装を見て探し求めておられるということなんです。私たちがどういう服を着ているのかを見ておられるということなんですね。どういうことなのか見てみましょう。まずアダムとエバのところに時に遡っていきますと、
アダムとエヴァはですね、罪を犯してすぐやったことが一つあるんですね。それは何か、イチジクの葉の衣を掴んで腰を折ったって言ってるんですね。創世記の3章7節に書いてあります。創世記の3章7節です。3ページですね、お読みいたします。すると2人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、イチジクの葉をつづり合わせて腰に巻いた。彼の目が開け、裸であることを知ったっていうんですね。これどういう意味なんですか。彼らの心が変わったわけなんです。罪を犯したことによって。皆さん、小さい赤ちゃんがですね、自分が裸であることを恥ずかしがるのを見たことありますか。ないんです。全然恥ずかしいと思わないんです。でも、年を取ってくると、成長していくにつれて、裸が恥ずかしいって思うようになるんです。何が変わるんですか。体が変わったんですか。違います。心、見る目が変わったわけです。つまり愛の対象だったエヴァか、アダムか、もう何に見えてくるわけですか。自分の欲望の対象として見えてきたわけです。それで恥ずかしくなったわけです。目が変わりました。見る目が、心が変わった。それで慌てて彼らはイチジクの葉をつづり合わせて腰に巻いたのです。人類最初の洋服です。ところがこういう人たちに神様はある衣を作ってくださるんですね。それは何ですか。3章の21節に書いてあります。3章の21節をお読みします。主なる神は人とその妻とのために革の着物を作って彼らに着せられた。革の着物です。革の着物で、皆さんこの2つの衣、着物をちょっと比べてみましょう。イチジクの葉の衣はどうですか。風が吹いたり雨が降ったり、どこかにぶつけてしまったりするとすぐ破れてしまう。何もしてなくてもどうなりますか。枯れてしまい、落ちてしまうんです。イチジクの葉の衣では私たちの鉢を隠すことはできません。ところが皮の衣はどうでしょうか。皮の衣は雨が降ったって風が吹いたって大丈夫なんです。長持ちします。私たちの救いはそういうふうに例えられているわけです。イチジクの葉の衣は人のすべての努力を象徴するんです。自分の恥を隠すための、自分を救うための人のすべての務めを表しているんです。決してそれは自分自身の恥、罪を隠すことはできません。ところが川の頃は自分たちでは切ることができません。神様が着せてくださる。神様が値なしに用意してくださる救いを受け入れること、それが皮の衣を着るということです。そしたらこの皮の衣は何でしょうか。ヨハネによる福音書1章の29節をご覧ください。ヨハネによる福音書1章の29節です。
キリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのである。つまり顔の衣っていうことなんですね。イエス・キリストのことを象徴するものなわけなんです。イエス・キリストの犠牲によって神様は顔の衣を作り、私たちに着せてくださったわけなんですね。アダムというのはですね、神様が自分たちの前で羊の命を取り、皮の衣を作れるのを見たわけです。自分たちの罪のゆえに、今までいつも一緒に過ごしていた自分たちの友である羊がですね、血を流して死ぬのを見たわけなんです。私たちも十字架のイエス様をこの聖書を通してみました。私たちもイエス・キリストを着なければなりません。皆さん、着物っていうのはですね、大事なものなんですね。その人の身分を表すものでもあるわけなんです。消防士は消防士の服からですね、警察も警察の制服からあります。隣の病院の看護師は看護師の制服から、その人がどういう人なのかを表してくれるものでもあるわけです。洋服っていうのはですね、着物というものはそういうものなんです。つまり私たちは革の衣を着ているっていうのは、私たちがどういう人であるかを表すものであるわけなんです。どういうことなんでしょうか。それを説明するために一つお話をしたいと思います。日本ではですね、朝鮮戦争から知られてるんですね。まあ、韓国には韓国戦争もありました。北朝鮮と韓国の間の民族、同じ民族の間の悲惨な戦争でした。あるお母さんがですね、まあ、まだ子供が生まれてない妊娠しているお母さんがですね、戦争から逃げていってたところだったんですね。まあ、実際のあった話なんですけれども、でその戦争から逃げても南の方に逃げている途中ですね、ある何日かそのある宿のところにちょっといたわけなんですが、もうすぐ生まれそうだったので、まあ、子供をこう出産するときにこう手伝ってくれる家の方にですね、こう向かっているところだったんです。でも急に突然陣痛が始まった。でもう周りは何もない、一人だったわけなんです。で、慌ててですね、もうこの子供を産むところを探さないといけないという思いでですね、周りを見渡したら何もない、人目の当たらないところで子供を産まないといけないわけですから、慌てていたところはどこだったのか、橋の下だったんです。で、そこでお母さんは必死な思いでこの子供を産んだわけです。で、時は冬、この赤ちゃんもどうしよう、助けてください、いくら叫んでも通り過ぎる人はいない。で、もう赤ちゃんが寒そうだから、韓国の冬は寂しい、厳しいんですよね。で、このお母さんも自分が着ていた服を脱いでですね、赤ちゃんに首であげるわけなんです。で、それでも寒そう、赤ちゃんが泣き止まない、それでも自分が着ている服をもう一枚して、もうついにこのお母さん裸になった。で、それでも寒いかなと思ってですね、抱いてですね、温めると必死になってたわけです。結局このお母さんは亡くなってしまうわけなんですね。ちょうどその時にですね、ある米軍が自分の車に乗ってこうその橋のところを通っていたんですけれども、ちょうどガス欠になって車が止まってしまったわけです。で、自分の部隊の方に連絡をして、早くガソリン持ってきてくれって連絡をして、待っていたところだったんですが、どこかでずっと赤ちゃんの泣き声が聞こえてくる。で、何だろう、探していたら、橋の下で、なんとある女性が赤ちゃんを抱いて死んでいるのを見つけたわけなんです。で、その見てもその状況が分かったはずなんです。
お父さんに説明を求めたとき、私の親は誰ですか、その全ての話をこのことにしてあげたわけです。黙って涙を流したの息子はですね、子供はですね、ある日自分でお金を貯めて韓国に戻ったときです。お父さんと一緒に来ました。で、お父さんがちょうど丁寧にその女性のためにお墓を作ってあげたのでですね、そのお墓にこの言葉は何をしたか、自分を服を脱ぎ始め、お母さんの墓の上にかけてですね、お母さん、寒かったでしょう、私を救ってくださってありがとうございます、あなたの息子であることを忘れずに生きていきます、そういう言葉をかけたそうです。この子供は知らなかっただけで、その女性の子供でした。同じです。私たちは知らなかっただけであって神の子供であるわけです。私たちは神がお作りになられた、神が計画してくださってこの世に生まれてきた神の子供であるわけです。間違いありません。その見失った子供のために神は一人子であるイエス・キリストを犠牲にして、私たちに神の子を与えてくださったわけです。神の子はすでに私たちの目の前に置いてあります。選択は選択すべきです。その服を着るか、自分で服を作るか。私たちは神を信じていたとしても、まだ信じていないとしても、私たちは毎日この神の衣を着て生きていく必要があるわけです。私たちは確かに神様の子供です。神がイエス・キリストがその見失った自分のご自分の子供らを探しに再び来られる、その最後の日、イエス・キリストはご自分で作られたその皮の衣を着ている者たちを連れて、あの御国へと行かれるわけです。お母さんがその服装を巻いて子供を探しているように、神は皮の衣を着ている者たちを探し求めておられるわけです。ぜひこのイエス・キリストの皮の衣を皆さんも着ていただきたいと思います。もう一度自分が綴り合わせて着ている、いちじくの葉の衣のようなものを脱いで、神様が与えてくださる皮の衣を着て共に歩んでいきたいと思いますし、またそれを着て最後もお迎えすることができたらと。では一言お祈りをさせていただきます。天の地なるお神様、あなたから離れてしまった私たちのために、皮の衣を作ってくださったその愛と恵みを感謝いたします。神様、あなたは自分の愛する子を見失ったお母さんのように泣き叫びながら私たちを探し求めておられます。どうかこの衣を着てあなたに立ち返ることができるようにしてください。そしてあなたが再び私たちを探しに来られるそのご再臨の時に、私たちがあなたを喜んで迎えることができるようにしてください。私たちの創造主しておられる私たちの父なる神様に再び会えるその日を楽しみにし、今日もあなたの子供として歩んでいくことができるようにどうかお導きください。感謝して主イエスキリストの皆によってお祈り。